第9大総選挙は第4共和国時代における大韓民国国会の国会議員を選出するために1973年2月27日に行われた総選挙である。韓国では総選挙の回数は大回ではなく大大と数える。また名称も総選挙ではなく総選と表記するのが一般的である。朴正紀大統領の与党である。 民主共和党は1971年の第8代総選挙で過半数は維持したものの、第7代総選挙時と比べ議席を大幅に減らし、反対に野党の新民党が躍進し議席が4割を超えたことで憲法改正を与党単独で行うことは不可能になり、参選会見に引き続いて僕大統領が政権を維持する道が封じられることとなった。その一方で、 アメリカと中国、アメリカとソ連のデタントで東西の冷戦が緩和される中、南北朝鮮でも対話の雰囲気が生まれ、幾多の秘密会談を経て、1972年7月4日に南北共同声明が発表された。その直後の10月17日、祖国の平和統一のための体制を整えるためとの趣旨の特別宣言を発表し、 全国に非常会憲令を宣布し、国会の解散、政党の政治活動を停止、非常国務会議設置などの特別措置が取られた。そして、10月27日に、祖国の平和統一を施行する憲法改正案を、交付、改正草案に対する賛否を問う運動が禁止される、中、立ち会い人なしの国民投票にかけられ、9割以上の圧倒的賛成で可決され、 維新憲法が確定した。維新憲法により、大統領の直接選挙制は廃止され、新設された統一主体国民会議の大議員が選出する間接制に改められ、大統領の住人制限も撤廃された。国民の基本的人権も制限され、国会についても国政監査権は廃止され、第三共和国時代の小選挙区比例代表並立制から、 国会の3分の1の議席を統一主体国民会議のリストから選出、残る3分の2を定数2名の抽選局区から国民が直接選出する方法に改められ、国会の地位が大きく低下させられた。12月23日に統一主体国民会議を構成する大議員による大統領選挙に唯一出馬した、牧政記が第8代大,大統領に当選。 一新体制が発足し、翌年の73年2月27日に国会の中選挙区部分の選挙が行われることになった。1972年12月30日に交付された新国会議員選挙法に基づいて行われた。新しい選挙法の特徴は、一無所属候補者の出馬を容認二中選挙区制度の採用、三選挙運動の公営化を徹底し、 候補者個人による選挙運動を一切禁止などである。また、政党法も改正され、政党要件が厳格化されたため、軍商政党が一掃され、本選挙に参加した政党は民主共和党と新民党、民主党一党の三党のみとなった。太字の数字はその地域で第一党になったことを示している。選挙の結果、民主共和党が第一党となり、 これに統一した国民会議から推薦された国会議員で構成された維新声優会の73議席を加えて国会の3分の2を与党が占める結果となった。ちなみに共和党の候補は全員が当選し、八大総選挙では1議席に止まったソウル市でも新民党にあと1議席の差にまで詰め寄ることができた。また、かや、金峰、中州、中原、 政章、宇津ち忠武片城の4選挙区では、共和党が2名擁立して2名とも当選を果たしている。民主共和党、新民党、民主統一党、無所属繰り上げ当選補欠選挙前半期任期は1973年3月12日から1976年3月11日。 繰り上げ当選後半期任期は1976年3月12日から1979年3月11日。繰り上げ当選1973年3月7日に、北世紀大統領が推薦した候補者名簿に対し、統一主体国民会議が一括投票して選出。詳細は、統一主体国民会議第一期代議員選挙を参照韓国中央選挙管理委員会の 歴代選挙情報システムより引用、春木組、現代韓国と女性新幹社、158ページ表語から1、歴代女性国会議員数17、171ページ9大議員、韓国日報3月1日付3面。ありがとうございます。